押してみて痛い鼠径部の場所、ここを的確に見つけていただくと。皆さんこんにちは、鑑賞法認定技術者岡山の渡辺です。鑑賞法認定技術者大阪の柳原です。はい、今日はですね、この2人でお伝えしたいのは、なぜだかわからないけど足が震えてきてしまう、こういった症状でお困りの方に楽々と改善させる方法ありますので、その方法を的確に行うために大切なコツを一つお伝えしたいと思います。今日はですね、そこを柳原先生から伝えていただきたいと思いますので、柳原先生お願いします。鼠径部の一番痛いところを触ってもらって探していただいて、そこを押していただくことが一番大事になります。はい、ありがとうございます。今日この中でね、お伝えしていくのは、足の震えがある方、触ってみると鼠径部に押したら痛い、軽くですよ、軽く押してみて痛いという場所がありますので、その位置を的確に見つけていただく、これが大切なコツになります。なぜ震えが起きてしまうのか、どのように施術をしていくのか、これに関しては私たちお話をさせていただいているこの動画の下概要欄から、この楽々改善法の開発者である坂戸隆先生がお話ししてくださっているもの、まだご覧いただいてなくてこの動画を見ていただいた方は、ぜひそちらの方無料でお手続きいただくことができますので、ぜひそちらの方をご確認ください。そしてその中で今日お伝えしたコツですね、押してみて痛い鼠径部の場所、ここを的確に見つけていただくということで、一日でも早くその嫌な震えをですね、改善させていただいて、震えのない笑顔で楽しい毎日を送っていただけたらいいです。はい、ということで本日お伝えしたいことは以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。25症状の無料動画にパソコンから登録する場合は、まず動画の下にある説明欄に書いてある URL にアクセスします。次に登録ページが表示されたら、フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。 YouTube アプリで見ている場合は、動画のタイトルをタップすると説明欄が表示されますので、まずここに書いてある URL をタップします。登録ページが表示されたら、フォームがあるところまでスクロールさせてください。フォームにお名前とメールアドレスを入力して、私はロボットではありませんにチェックを入れて登録ボタンを押したら完了です。